はい、どうもみなさん、こんばんは。モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムと XRP と NEM、そして IOST と,、えっとエンジンコインですね、見ていきたいと思います。6通貨ですね。えー、今日が2021年の2月の22日月曜日、えー、今日からですね、また新しい週が始まりまして、えー、また1週間頑張っていこうと思っております、えー。今日の仮想通貨市場ですけれども、まあ全面的にですね、今赤色の状態となっておりまして、まあ一旦ですね、手を抵抗されて下に下げてきているような状況になっております、えー。まあそういった状況の中でですね、今日強さを見せたのがこの NEM とですね、XRP、 え、それから iOST ですね。それからエンジンコインも一時ですね、大きく上げている場面がありました。今日はこの辺りのですね、この後の展開っていうところをですね、分析した後に戦略構築までね、やっていこうかなというふうに思っております。あと、それからですね、バイデン政権がまたですね、大きな追加経済対策を考えているんじゃないかみたいなですね、報道がされていますので、その辺りもですね、ニュースピックアップしながらですね、今後の戦略構築までやっていきたいなというふうに思っております。このチャンネルではですね、仮想通貨関連のニュース、それから世界経済のニュースをですね、ピックアップした後に、実際の相場でですね、 テクニカル分析と戦略構築までですね、やっていくということをやっております。これとですね、あと、インスタグラムの方でですね、毎朝、えー、総分析やっておりますので、どちらもですね、あの、フォローいただくことによって、一日の流れがですね、あの、網羅できるようになっておりますので、ぜひ、どちらとも、フォローいただけたら嬉しいなというふうに思っております。さあ、それではですね、まずは、日経平均ですね、今日の状況からいきたいと思いますけれども、えー、今日のですね、日経平均4日ぶり反発しまして、終わり値が138円高ということで、高値の警戒感が若干薄れたというふうなですね、報じられ方がされています。 今日の東京株式市場ではですね、日経平均株価は4営業日ぶりに反発しまして、前週末日でいうと138円、0.46%高の3万156円で終えましたということですね。アメリカの追加経済対策の早期成立や新型コロナウイルスのワクチン普及で景気回復が進むんじゃないかというふうなですね、期待がえまあ高まったということですね。はい、国内でもワクチンの接種がですね、もう始まっているということで、景気回復が早まるんじゃないかというふうなですね見方が強まったということですね。 で、市場ではですね、日米とも企業業績の回復が想定以上に進んでいる状況だと、えー、米長期金利の上昇も景気回復のためで、えー、ネガティブに見ている中長期の投資家はもう少ないというふうなですね、見方があって、えーまあ、こういったですね、市場心理に今はねなっているんじゃないかというふうなですね、ことが言われています、えー。こういった状況の中でですね、今日のブルームバーグさんの記事なんですけどちょっと注目のニュースですね、えー、バイデン米政権が次の大型経済パッケージを3月にも公表するんじゃないかということをですね、えー で次の、ねえー、経済対策に関しては今ですね打ち出している1兆9,000億ドル約200兆円の経済対策案を規模や煩雑さそして全体的な野心といった観点からはるかに超える可能性があると、えー、ものすごいですね。 えー、追加経済対策案を考えているんじゃないかということがですね、言われています。えホワイトハウスと議会民主党は同提案に向けた戦略構築に防査されていると、来月にも公表される見込みで、8月完了に向けた、えー、立法プロセスの開始となり得るということがですね、言われております。えー、目玉となる見込みなのは、道路や橋、地方のブロードバンド整備など、ニューディール政策以降で最大となるインフラ支出へのコミットメントだということで、えー、進歩派はですね、さらに、えー、米医療保険、えー、制度改革法の えー、拡充や公共部門の雇用プログラムそれからキャピタルゲイン増税ですね、えー、こちらを含む税制措置などより多くのですね対策を視野に入れているということだそうですねただね、えー、物議を醸しそうないろんなですねこう提案を積み込みすぎるとやっぱり承認がですね危うくなってしまって、えー、実際実現がですね分割その部分的にですね承認されたりとか早期成立が危ぶまれるみたいなですね展開になる可能性もあるのでここはですね、えー、ちょっとまあ正式発表を待ってその後のですね動向まで見ていかないといけないところかなというふうに思っております えー、それから仮想通貨関連のニュースなんですけれども、えー、今日のですね、コインポストさんのニュースですね、えー、アメリカの上場計画のコインベースですね、えー、ナスダックでん、えー、限定市場の時価総額10兆円規模に、ということで、報じられております。それから、ま、あ国内銘柄ではですね、iOST や NEM の価格が大幅促進したということがですね、報じられております。で、コインベースさんのですね、ちょっと記事はね、あの、割愛させていただきますが、今日、ま、あ高騰したですね、NEM ですね、一時65円台を記録しました。えー、NEM に関してはですね、新チェーンの新聞、 シンボルのですねローンチが控えているということで19日に完了した最終テストの結果を22日にですね発表される見込みであることから近日中にシンボルのローンチ日それから権利確定日ですねいわゆるスナップショットだったりとかそのあたりのですね情報が発表されるんじゃないかというふうなですね思惑がまあ加速しているというふうなですね報じられ方がされておりますそれから IOST ですね国内最大手のコインチェックですねコインチェックに上場する IOST トークンも大幅促進したということで60%をですね超えるような高値でですね1時7 2円をつけました、えー、前月比ではですね、もう実に310%以上高騰していると、えー、非常にすごいですね、高騰を見せているんですけれども、やっぱり今ですね、非常に注目されているのが、えー、このドニーファイナンスによる IOST 保有者へのドニートークン、DON エアドロップがですね、材料視されているということで、えー、ドニーファイナンスはですね、IOST 基盤の金融プラ、えー、サービスプラットフォームであり、DeFi のデポジットおよびローンサービスに加え、えー、分散型取引所 DEX ですね、えー、それから資産管理、支払い、クレジット分析などの様々な サービスを提供するということでまあこういったエアドロップや、えー、今後のですねドニーファイナンスに対する期待ですねこういったところからもやっぱり iOSD のですね期待が今ね、えー、かなり上がっているという状況ですまあここからのですね戦略に関しては、えー、チャートの方でですねやっていきたいなというふうに思っております、えー、それからもう一つですねコインデスクジャパンさんのニュースですけれども、えー、北米初のビットコイン ETF なんですけどもわずか2日でですね資産が440億円ということで報じられておりますはいわずか上場後わずか2日で445億円を超えたということですね まあ非常に幸先いいというかね、活況だということがですね、報じられておりまして、 え、一週間でね、今後10億ドルを超える可能性すらあるというふうなですね、ことをコメントしているぐらいなので、かなりですね、今、この市場というかね、ETF を買う参加者がですね、非常に増えているということが、まあ非常に注目されているということがですね、このニュースでわかるかなというふうに思います。え、それから19日ですね、もう一つのビットコイン ETF がトロントシ賞取りで取引を開始したということで、証券コードは EBIT ということで、現在の資産運用残高は127万ドルということで、こちらに関しても今後ですね、期待されて ているということですね。etf 市場がですね。今後どういう風に盛り上がっていくのか、まあ、盛り上がりを見せれば見せるほどまあ、ビットコインに関する市場参加者が増えて価格へもですね。影響を与えてくるということになりますので、まあ、この辺りはですね、えー、しっかり注目していかないといけないかなという風に思っております。はい、ということで今日のですね。外部環境、ここまでですね、えー、ここからはチャートに移ってですね。テクニカル分析と今後の、えー、戦略構築ですね。やっていきたいと思います。はい、えー、まずはですね。ビットコインの4時間足から見ていきたいと思います。今の時刻が20時54分ですね。今のビットコインの価格が。 えーっと、えー、54,700ドルですね。日本円で言うと、えー、583万円ぐらいのところを推移しております。えー、今日のビットコインですが、えー、今のところですね、まあ3%から4%ぐらいね、下げてきているような状況です。まあ一時ですね、この、えー、5百0 58,000ドルですね。ここを、まああの、チャレンジしたんですけども、ここは見事にですね、抵抗されまして、今ですね、この平行チャレンジのまた中にですね、押し返されてきたというふうな展開になっております。まあその状況の中で、この 5MA や、えー、20MA もですね、下抜けていますので、結構ね、えー 大きなですね、下目線に変わってきつつあるという風な状況かなと思います。RSI を見ても下向きだし、マクディーもですね、これ4時間足レベルでデッドクロスを起こしましたね。ということで、まあ、かなりですね、今、目線は下向きに向いているんじゃないかなという風にね、考えております。えー、まあその状況の中でですね、この上昇の平行チャンネルのですね、中線のところで、えー、今日はなんとかですね、サポートされました。今のところですね。はい。これがですね、レベルとしては5万、 ま、あ3700ドルぐらいですね。で、まあ、あま、あこのあたりはですね、ほぼもう54000というふうなですね、意識の仕方で僕はいいんじゃないかなと。ま、あ貯金でですね、ここで下げてきた時も、54000でサポートされましたので、まあ、この54000というところをですね、意識しておけばいいかなと思います。えっ、ー、と、デコボードを見ていってもですね、まあ、54000、それからまあ、あの、今からちょっと下げたところですね、54300ドルぐらいのところがですね、意識されていると書いたとしてですね。で、上に関しては55000ドル付近でですね、えー、入っているということですね。まあ、56000のですね、ここの水平線の方が おそらくね意識されてくると思いますので、今、ですねこう若干反発していると、えー、ここはですねそこになって今、ですね上げて押し返しているという,ふうなね状況ではありますが、えー、いつもね、えー、言っている通り基本的にはですねここを下げてしまった場合はですねやはり、えー、下落のトレンドラインだったりとか、えー、今までですねサポートラインとして機能していたポイントが逆にレジスタンスとして機能してくると、えー、特にこの 20MA なんかもそうですけれどもこういったラインはですね下抜けてからの一旦の戻しここに関してはやはりですねあのショートが入ってきやすいポイントにな なってきますので次の展開としてですねこれを上げてからのまた一段戻して、えー、まあ、このままいくとどこまで落ちるか分かりませんが例えば5万2000だったりとか、えー、本当に5万ドルとかねその辺りまで落ちてきてもおかしくないような相場展開になる可能性があるということでここはしっかりですね警戒しておきたいポイントですよねまあ、ただ一方でですねここの平行チャンネルなんですけれどもここの中線をですね上抜けてから一度もですねまああの若干ね怪しいときもありましたが中線をですねなんとかこうずーっと守っているっていう風な状況が今の状況なんですねで で、2月の8日からですね、この抽選を上に抜いてから、ずっとですね、この中で動いているということで、えー、ま、ここでですね、サポートとして機能してくる可能性も十分考えられるということですね。で、ここをしっかりね、サポートラインとして機能させて、こういったま、上に行って、一旦下げたとしても、またダブルボトムをですね、ここで短期的に作って、えー、上に抜いてくるとか、そういう風なですね、力強い展開になる可能性もあります。なので、まあ、ここで起点となるのは、やはり5万6000ドルを見るべきかなと思っていて、えー、5万6000ドルあたりでですね、次、この下落のトレンドラインなんかがですね、 立ってくると思いますのでそういったところを抜いてくるとかなりですね見方がまたガラッと変わってくるということですね。なので次のトレード戦略としては5万6000を超えたところからの底固めをき、えー、見てからのですね、えー、ロングそして5万8000ドルそしてまあ6万ドルですね。まああの近いうちに6万ドルはおそらくね突破してくるんじゃないかなとは思っていますが、えー、そこまでのですねロングを取っていくような 戦略でやっていくというのがですね、今のところはいいんじゃないかなと思います。あの、直近はやっぱり戻ったところはですね、えー、ショートに押し返される可能性、えー、新規のショートがですね、入ってくる可能性は十分考えられますので、3店舗遅らせて、今からですね、あの、どっちか分からない状況で入っていくのじゃなくて、一旦まあ、あの、相場をですね、静観して、動いた方向に乗っていくっていうふうなですね、えー、心理状態でやっていくと非常にですね、あの、うまくいくことも多いですので、えー、ひとまずこの5万6000、それから下に関してはこの抽選ですね、ここを割るかどうかっていうところを見ながら、えー、ロングをですね、 かかっていくという風なですね、えー、戦略で攻めていくべきかなという風に思っております続きましてイーサリアム見ていきたいと思いますはいこちらイーサリアムですね今の価格が え、1806ドルですね。日本円で言うと、19万2000円ぐらいのところを推移しておりまして、イーサリアムに関してはさらにですね、強く下げてきております。えー、前日比で言うと7%以上ですね、今下げてきているような状況になっております。イーサリアムの弱さに関しては、直近の動画でずっとね、言っていたと思います。ま、ああの、明確に言うとですね、ここですよね、ここ一気に下げてからの戻しがあったわけですが、イーサリアムに関しては戻しきれなかったわけですね。で、ここの下落トレンドラインも引かれていたということで、えー、ま、一旦ですね、こういう意識ラインを抜けてからの の一発目のの戻しっていいいいううははややりりり売り叩かれやすすいということこででセオリー通りにですね動えー、ただ、ま、あイーサムに関してもですね、ここの上昇平行チャンネルの中の中線より上のところでですね、今ずっと推移してきました。これがですね、2月の3日以降ずっとここでですね、動いているという状況ですね。で、今直近のところでは、ここのですね、中線のところ、ま、100MA もここ重なっておりますが、ここでレジスタンスされそうなですね、展開になっているということですね。ただ、ま、直近見る限りね、これは結構強いと、あの、下げの勢いがですね、強いかなと思 思っていて、まあまクリー見てもですね。完全にもうマイナス圏内にですね。入っていこうとしていますし、rsi もまあかなりですね。下がってきております。今36ぐらいのところまでですね。下がってきておりますので。 うんー、まあここで、あの、下げ止まるかどうかっていうのは非常に注目ですよね。で、ここに関しても、やはりですね、しばらく上にはですね、難しいかなと思っていて、ここの、やっぱり下落トレンドラインがですね、効いてくる、もしくはですね、ここの水平線で,ですね、1900ドルの水平線もかなりね、直近に意識されていました。なので、まあこういったところがですね、次のショートが入りたい場所ですよね、入ってきて、またダブルボトムをつけてどうなるかというふうなですね、展開になってくる可能性は十分考えられるかなというふうに思っております。えー、ここのですね、抽選割られると、まあ1600とかまで落ちても全然おかしくないので、 ここは気をつけたいポイントですね。一方で、先ほどのビットコインと同じですが、今度ですね、この1900を抜けてくれば、ここの下落トレンドラインと水平線を抜けてくるということで、上がですね、一気に開けてくるわけですね。えー、そうなると、もう2000ドル、そして2000ドルを超えてくるような展開にですね、変わってくるということに、ねえー、なってくると思いますので、えー、しっかりですね、ここの抽選と1900ドルですね、まあ、意識の仕方はビットコインと似ていますが、こういったところを意識しながらですね、上を、えー、伺っていくような戦略でですね、攻めていくべきかなというふうに思っております。えー、続きまして、XRP 見ていいいきたいと思います。はいこちら XRP ですね今の価格が58セント日本円でいうと61.7円ぐらいのところを推移しておりまして、まあ、今の価格でもですね前日比で6%ぐらい上げている状況ですえっ、ー、とまあ、リップルに関してはですね今日の朝のインスタのストーリーでも言いましたがここの55セントが起点となるよということをです、ね、言っていたと思いますでここを抜けたら一気にですね跳ねる可能性があるとまあ、そういったこともですね昨日の YouTube の方ではですねお伝えさせていただいておりましたが一応今日はですね抜けてきましたで一気にですねこの63セントを超えるようなところまでですねうかがっ んですけれども一気に押し返されて 大きく下げたんですけども、その後ですね、また、あ反発してきているという状況ですね、まあ。なかなか方向感が今出なくなってきていると。まあそういった状況の中で、やはりですね、完全にトレンドを上に切ったかなという風なね、えー、今見方をしています。で、今日のですね、上昇によって、短期、中期、そして長期の移動平均線もすべて上向きに変わっている状況ですね。はい。なので、えー、この55セントがですね、今、あのー、サポートラインとして機能してくると思いますけれども、えー、ここまでですね、落ちてきたらまたね、えー、各種移動平均線や、ここの上昇のトレンドラインだったりとか、 えーまあ、この5 5 c 度の水平線だったりとかね この辺りが機能して、またね、上げてくるような展開になってくる可能性は十分考えられるかなと思っています。で、大きな目線で見たときに、このアセンディングトライアングルがですね、意識されていますので、次ですね、このまま堅実に上げていって、63セントを超える時からの、えー、爆上げっていうのはですね、十分考えられると、75セントや、これを超えると90セント、そしてもう1ドルがですね、目,目の前に控えてくるという風なね、えー、状況になってくる可能性十分考えられますので、この辺りですね、55セントを起点として、そして上は63セント、えー、この辺りをですね、先 戦略に組み込みながら、えー、ロング目線でですね、戦略を組んでいくということはですね、今やっていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、エントリーするならば、いつも言っている通り、分割でしっかり入っていくと。一発で入るとですね、えー、なかなかこう、臨機応変な対応ができませんので、しっかり余力を残した状況で、一発目は入っていくと。一発目、二発目は入っていくということがですね、えー、非常に大事なんじゃないかなと。特にまあボラテリティがですね、大きくなってきていますので、えー、そういうふうな対応がですね、今求められるところかなというふうに思っております。えー、続きましてですね、ネム見ていきたいと思います。 はい、こちらネムですね。今の価格が54セント、日本円で言うと58円ぐらいのところを推しておりましてえ、ネムに関してはですね、ここの60セントのところですね。はい、ここまで上げるかもということはですね、言っていましたが、この60セントはですね、なかなか重い壁でして、反発されてきたというふうな状況ですね。はい、ただそういった中でもこの 20MA に今サポートされておりますので、ちょっとここをですね、意識した方がいいかなというふうなね、感じで見ております。ここの 20MA 20はですね、また割ってくるとなると、またこの43セントまでですね、 落ちてくるるという風ななね状況になる可能性は十分考えられますただ、まあネムに関してはですねこのシンボルのローンチがですねもう間もなくね、えー、控えているという状況ですのでこのままですねあの大きく下げてくる可能性もあってですねここはしっかりね、えー、警戒したいところかなという風に思っておりますやはりまあロングに入っていくのであれば今からですねちょっとねロングに入りづらいとなかなか今の状況からですねロングに入っていく方は少ないかなという風にね思っておりますどちらかというとこのままですね若干こうダラダラ下げてくるような展開があればまあ、シンボルのですね ね、ローンチも、えー、含めてですね一旦こう利確しておこうみたいな流れにですね変わってくる可能性も、えーまあ、あるかなというふうに思っております、まあえー、四時間足レベルで見てもマークディがデッドクロスを起こしそうですし RSM も下向きになってきておりますねはいなのでちょっと買うのであればもう少し下げたところ43セントとか、えーまあ、それより下でもいいですけれども、まあ、この長期の移動平均戦ぐらいまでをですね起点として押したら買っていくっていうふうな戦略ですね今からはちょっと手を出さずに様子見していくというふうなね感じで僕はいいんじゃないかなと という,ふうに思っております無理にね、今から入っていって、まああの、入っていけばですね大きく伸びる可能性も当然ありますが、やっぱり堅実的に行くのであれば、しっかりですねもあの戻したところを買っていくっていう,ふうな戦略で今はですね待っていく相場じゃないかなという,ふうに思っております。えー、続きまして IOST 見ていきたいと思います。 はい、こちら IOST ですね。こんなに上げられてしまうと、なかなかね、これはもう分析の仕様もないぐらいですね、えー、市場が、市場が過熱しているということがですね、言えると思うんですが、えー、今の価格5.9セントですね、日本円で言うと、えっ、ー、と、6.4円ぐらいのところですね。今のところでも31%以上上がっておりますので、まあ、今日の値動きはですね、本当に強い展開となったかなと。まあ、あの、起点となったのはここですね、YouTube でも言っていましたが、この4.1セント、まあ、4セントぐらいのところですね。はい、ここをサポートラインとして機能して、えーまああの ロングに入っていけばいいかなという,ふうなです、ね、ことも、えー、個人的な見解としてお伝えしていましたがやはりここのです、ね、サポートラインからのきっかけとして上がっていったそれから、えー、今日のです、ね、注目ニュースなんかでもありましたけれども DON のヤ、ね、ドロップ、えー、この辺りもて、えー、と期待してです、ね、一気にフォーもです、ね、はも、い、取り残されたくない恐怖みたいな感じで,です、ね、買いが殺到したという,ふうな、ね、展開かなと思っています出来高もかなり上がりましたね。 で、えー、ここからの展開なんですが、今下げてきております。で、次、えーの、下げてきた時にですね、サポートされる可能性があるのが5 3セントと、えー、ここに関しては、えー、レジスタンスラインとしても機能していたポイントなんですけれども、えー、ここまで下げてきた時にですね、まあ、あの、変われるような展開になる可能性は十分考えられるかなと思いますね。はい。えー、で、ここに関してはですね、20円、mm、目もまたこういう風にですね、上がってきて、サポートされる展開になってくると思います。で、まだまだですね、この上昇平行チャンネルのこの上限ラインなんかもありますし、えー、それはもっと下げてきたとしてもですね、 え、中線、え、それから、え、中期の移動平均線なんかもありますので、まだまだね、こう、下はやっぱり固まっているような目線にです、ね、なるかなと思います。まあ、そういった状況の中で、一旦ですね、短期的な下落っていうのは考えないといけないので、え、ここまで5.3セットぐらいまでね、押してきたら、まあ、買っていくという風な戦略。で、今はですね、若干戻していますので、例えば、もう小さなロットでですね、打診でね、え、エントリーしていくっていうのでも、まあ、いいかなと思いますが、まあ、しっかり戻すのであればですね、やっぱり5.3セットまで戻さないと、今はですね、買っていくことはできないかなと思います。 ちなみにですね、一応まあ、あのー、今ポジションを持っている方に関してはですね、この 5MA をです、ね、割るかどうかという風な目線で、えー、割られたら一旦たう逃げておくともしくは部分利確するみたいな戦略でいいかなと思っていますで、えー、直近ですね、8セットのところに水平線を引いていますここはラコの値、ね、動きでもかなり意識されたラインですので、えー、まあ 今日の勢いがですね、明日も続いていけば、この8000トのところが次のですね、目標ポイントになるかな、というふうにはですね、見ております。はい。えー、ということで、まあ i o s に関してはですね、ちょっと、これは加熱感が広がっていますので、一旦大きな、えー、急落が起きる可能性は、えー、十分考えられるかなと思います。まあそういった状況の中で一旦下げたところは絶好の買いポイントになる可能性がありますので、まあしっかり大きなですね、えー、ボラティティに耐えられるようなロットからですね、攻めていくっていうふうなですね、えー、戦略でいいかなと思います。続きまして、モナコイン見ていきたいと思います。はい、こちら、モナコインですね、今の価格が、 4 4ドルですね日本円で言うと,、えー、と255円ぐらいのところを推移しておりまして前日過で7%ぐらい下げておる状況です、えー、モナコインはここの三角持ち合いがですね意識されて強かったんですよね一時、えー、で上髭をですを、ね、どんどんつけていってちょっと状況が怪しくなってからの、えー、一旦下げてきてしまったとでこれによって短期・中期の移動平均線とここの上昇トレンドラインを下げてきておりましたので、えーまあ、ビットコインやイーサリアムと同じようにですね次戻ってきたポイントっていうのは結構な確率でやっぱり売られやすいというふうな、ね、展開になってくる 可能性があるかなと見ております、えー、モナコインですねまあ、注目なんですがやはりこの2.9ドルを超えるまではですね、えー、しばらくまあ様子見でいいかなと思っていますで今度ですね落ちてきた時に2ドルだったりとか1.86ですねここはずっと言っていたポイントですが、えー、この辺りまで下げてくると大きくですね買われるような展開になってくると思いますのでまあ、中途の半端なところでですね買わずに一旦戻したところで買うか、えー、2.9を抜けてしっかりサポートされるような展開があれば買うかということでですね今は静観していくという戦略になろうかなという風に思っております 最後にですね、エンジンコイン見ていきたいと思います。はい、こちらエンジンコインですね、今の価格が、えー、55セントですね、日本円で言うと58円ぐらいのところを推移しておりまして、エンジンコインに関してはですね、今日一発ですね、大きく高値をね、試す展開がありました。直近最高値をですね、超えようとしたんですけども、超えられなかったと、67セントまで上がりましたね、えー。そこから一気にですね、また元の価格以下のところまでですね、今落ちてきているという状況です。えー、この中でもですね、次、次というか今のところでですね、意識されるのは5.3セント5、53セントですね。 これまでの過去最高値になっているわけですけれども、ここでしっかりサポートされるかどうかというのが今注目で、まあ、長期の移動平均線もですね、下に控えているという状況からも、まあ、この辺りはですね、えー、サポートされても全然おかしくないような展開なんじゃないかなというふうにね、えー、思っております。まあ、短期・中期の移動平均線もですね、今、その上にサポートされるか、それともそれを抜けるかどうかというふうなですね、展開になっていて、ここ結構重要なんですね。今の4時間足に関しては、えー、短期・中期をですね、割り込んでしまっていますので、えー、それらが、えー、抵抗レベルと 機能してくるような展開にはなっているんですが今のところからしっかり買われてですねまた、えー、その短期の移動平均線中期の移動平均線の上にですね価格を戻すことができればそこから、えー、ジャンプ台のような形でですね上に上がっていく可能性が、えー、見られるということですので直近のところはですねこの 53,、えー、と53セントです、ねはいこの辺りの水平線を、まあ、損切りラインとして設定しながら上をですね試していくと、えー、いうことをですねやっていただければいいんじゃないかなと思います現物の方に関してはここで、えー、入っていくんですけれども全力で入らずにしっかりもっとですね下げたところ例えば えーと,4セントとかねこの辺りまで下げてもしっかり買い増していけるぐらいの余力を残してですねエントリーしていくということがですね大事かなという,ふうに思っております。はいということで今日の動画はですね6通貨見ていきました、まあ、直近ですねあの一旦こう調整局面になっているという状況とあとはあの通貨ごとにですね結構なボラティリティになっておりますのでしっかりですねリスク管理しながら出口戦略を明確にしながらですねここは攻めていくべきかなという,ふうに思っております。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございました